動員の後ろ9番の伊藤に代わります。バックストレッチ後方から6番の山崎がじわじわ上がってきますが、それを見て9番の伊藤が誘導員をかわします。残り600の鐘。さあ6番の山崎が一気に飛び出すか。山崎がペースを上げて前を叩く。2番手は4番の安藤、3番手収まったのが9番の伊藤です。4コーナーからホームストレッチ、残りが1周。さあ6番の山崎が